に担っていきたい、そういう思いでここに立たせていただきました。原発事故から10年、私も年齢を重ねて65歳を過ぎました。60を過ぎたあたりから昔の思い出がいろいろよく聞かれるようになりました。子供の楽しかった頃、私は北海道の湖のある、小川の流れる、田んぼのある、畑のある、そして山のある、そういう町で育ちました。いわゆる田舎育ちというふうに呼ばれるかもしれません。しかし、その田舎には本当に豊かな自然があり、そして豊かな食べ物がいっぱいあります。高度成長期前の時代で、おやつなんかなかなかもらえない時代に山に出れば、くずべりがあり、山いちごがあり、栗の木があり、そういう自然の中で私は育ちました。今福島の山の中で、そういう子供たちは、そういう私が経験したことができるでしょうか。子供たちから自然を奪い、豊かな恵みを奪ったのは誰なんだ一体。そういう思いでいっぱいです。日本の原風景、今の政治家は美しい国日本って言うじゃないですか。その美しい日本、その原風景を奪ったのは一体誰なんだ、一体何なんだ。そのことをしっかりと私たちは胸に刻んでいかなければいけません。それが福島に対して私たちの責任だと思っています。トリチウム汚染水、政府はこう言いました。薄めて流せばいい、どこの原発でもトリチウムは出てるんだ、同じことだ、薄めて流せばいい。どこの原発が福島第一原発のような事故を起こしているか。福島第一原発はそこら辺の原発とは違う。人の暮らしを奪い、人から地域を奪い、ふるさとを奪い、その空気を奪った、そういう原発じゃない。自己原発からまた放射性物質を出すことなんだ、決して許されない。福島の県民と政府は真剣に向き合って話し合ったのか。そんな風には僕には思えない。きちっと謝り、きちっと責任を取って、きちっと福島に向き合って、どうしたらいいか真剣に議論してくださいよ。勝手に決めた、福島をライバルにして勝手に決めた、そう皆さん思いますか。まだまだいろんなやれることはある。僕なんか突拍子もないと笑われるけど、大型タンカー一隻持ってきたらどれだけの汚染水を食べとくことができるのか。それもあんだ。復興オリンピックだ、 J ビレッジから聖火リレーが始まりました。何が復興オリンピックだ、 J ビレッジに単独権じゃねえか。僕はそう思います。この怒りをドイツの人が笑って言いました。日本人はどうして怒らないんですか。この怒りをぶつけましょうよ。閣議決定なんか手のくらいだ。閣議決定あったって撤退させないぞ。汚染水を流すことないぞ。最後の最後までみんなと一緒に、皆さんと一緒に思いを一つにして頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。藤本さん、大変ありがとうございました。次々皆さんで発言をしていきたいというふうに思っていますが、全農協の藤村さん、ご発言をお願いいたします。全農協の藤村さん、ご発言、あ、すいません、お待ちください。
皆さん、全国全労協を代表して発言していきたいと思います。まさに本日行われたこの汚染水を放出する閣議決定に対して全労協として真っ向の怒りを持ってその閣議決定を実行させない戦いを今後取り組んでいくということをまず明らかにしていきたいと思います。私たち全労協はこの間10年前の福島原発事故、そして今全国各地で行われようとしている老朽原発の再稼働やあるいは原発の新設に対して全国の労働組合を中心として全労協の戦う労働組合を中心としたさまざまな取り組みが行われています。私たちはこうした取り組みをさらに強化して全ての原発をなくしていくことの戦いをさらに取り組んでいきたいというふうに思います。さて汚染水、まさに汚染水は何かといったらこれだというそういうことがあります。汚染水は海に流してはいけないものなんです。薄めるといったって原発原子力の問題を知っている人は薄めても何の意味もないということは分かっているはずです。政府は専門家の意見を取り入れたと言っていますが、一体どうするのかが、でたらめな意見を言ったのか、はっきりと明らかにしてもらいたいと思います。で、この汚染水を流したことによって起きるさまざまな被害、風評被害だけではありません。この汚染水の中に含まれている取引が。Don't forget to like and subscribe.